はい、ハルです。今回はですね、もう音声を完全に後付けでお話ししていこうと思います。で、今回はね、アクリルで女の子を描いてみました。で、基本ベタ塗りで、まあ、ちょっと厚塗りしてるんですけど、まあ、全然ベタ塗りに寄った厚塗りっていう感じで塗っていってます。で、普段はね、いつも水彩画が多くて、まあ、透明水彩をね、よく使うんですけども、まあ、アクリルもね、見てみたいっていう声が結構あったので、じゃあアクリルで塗ろうってことでね。まあ、アクリルはそんな描く回数は水彩に比べると全然少ないので、まあ、あんまり自分の中でもね、自信持って言える画家じゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、頑張ってね、描いてみたっていうことで、よければね、数分で終わる動画なので、まあ、最後まで見ていただけたら嬉しいかなっていうふうに思います。でも先にね、こういう感じでベタ塗りをして、でも後から徐々に影をつけたり、ハイライトをつけたりってしていくような流れで描いてますね。受験時代とか、アクリルを使った試験があったとかにするときは、まあ全然ね、厚塗りが多かったんですけど、まあ今回はね、もうほとんど平べったい感じのベタ塗り派ですね。で、今こうやって感じでハイライトを入れてから、まあ、ちょっと影を別の色で入れていくっていう感じですね。影を入れてる時も、まあ、黒じゃなくて、今オレンジ使ってるんですけど、まあ、この後にね、水色を入れたりとか、まあ、別の色、肌色だから、ちょっと茶色とか、こう暗いオレンジとかじゃなくて、水色とかね、青とか緑とか、まあ、別の色をこういう感じで間々に入れながら塗っていってるっていうような感じですね。で、まあ、今回音声完全な後付けなんで、もう自分自身で見ながら喋ってるって感じなんですけど、まあ、ちょっとね、最近結構来るというか、増えてきた質問で、まあ、Twitter の方でも言ったんですけど、努力してるのに全然結果が見えませんっていう人がね、すごい多いんですよ、声とかでね。まあ、すごいって言うても、まあ、10件いかないぐらいなんですけど、まあ、なんか、努力してるのに成果が見えないっていう人がね、結構いて、まあ、その気持ちはね、めちゃめちゃわかりますよ。私もだって、こんなに頑張ってるのにね、全然上手くならないとか、まあ、例えば会社とか別のね学校とかだったらこんなに頑張ってるのに成績が上がらないとかねめっちゃあるんですけど、まあ、私が最近思ったのは努力って努力してるのになって思ってる間は努力してないんですよね。してないっていうか、まあ、してるんですけど実感できないんですよ。だから私もまあ去年とか本当に会社辞めてからね絵描き続けて、まあ、こんなに頑張ってるのに絵が上手くならないとかね、まあ、例えば収益とかね収益上がらないとか稼げないとかすごいあったんですけど、まあ、最近になってねちょっとまあ、稼げたかなって、まあ、人に比べたら全然ですけど、稼げたかなっていうのを実感した瞬間に、あ、私ちょっと努力できてるかなっていうのを、自分自身に気づくんですよね。頑張ってるのに上手くなりませんって思ってる間は、上手くなりにくいんじゃないかなっていうふうに思います。私もね、そう思う時あったけど、ちょっと最近ね、やっと結果が出てから、あ、頑張ったかな、努力できたかなっていうふうに思うので、ね、今結構質問とかでね、来る、頑張ってるのに上手くなりません問題っていうのは、もっとこれ以上やってやる、成果出してやるってね、思うぐらいまで、まあ、やってみて、で、結果が出てからようやく実感するものなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私のチャンネルでもね、全然、その努力の結果というか、私の経験談だったりとか、その私がやってきたことっていう、そのお手伝いっていう段階ではできると思うので、まあよかったらね、こんな風に頑張ってるのにっていう感じで思ってる人は、参考になるところがあればね、動画他でもゴリゴリ教えてる系とかもあるんで、まあ見ていただけたら嬉しいかなっていう風にちょっと思いますね。はい。じゃあまあそんな感じで、最後にね、こう黒をがっつり入れて、絵をね、パーンってしまわせたかったので、黒を入れて、まあ終わる。いいですね。うん、もうすぐ終わりです。なので、まあ、最後までね、良ければ見てあげてください。というか、まあ、ここまで見てくださってありがとうございました。じゃ最後に完成形を見せて終わろうと思います。